みんな、今日は私たちのステージを見に来てくれてありがとう。みんなの応援バッチリ届いてたわよ。それにしても今日はみんないつも以上にノリノリだったね。きっと歌う前にはるかちゃんのアルバムを見たからじゃないかしら。あ、確かに写真を見ながら今までのモアモアジャンプの活動とか一緒に遊んだ時のこと話して楽しかったもんね。生配信でお揃いのペンギンパジャマを着てペンペンジャンプになった時の写真懐かしかったわ。カラオケに行った時のもあったわよね。みのりがはるかのコーレスをやりきってドヤ顔してる写真とか。あわ、その話はもういいよ。はるかちゃん、大切なアルバム見せてくれてありがとう。ううん、私がみんなに見てほしかったんだ。アルバムを作ってる時思ったの。モアモアジャンプになって一つずついろんなことをして、こうやってアイドルとしていられるのはみんなのおかげだなって。だから一緒に思い出を作ってくれてありがとうって伝えたくて。はるかちゃん。私も同じよ、はるかちゃん。ええ、これからもみんなで仕事でもプライベートでもたくさん思い出作っていきましょう。ああ、そういえばさきちゃんもアルバムが完成したって言ってたわよね。うん、だから今度お互いのを見せ合おうって約束してるんだ。さきのアルバム楽しみだな。いいこと思いついちゃった。ねえ、志保ちゃん。ダメ。まだ何にも言ってないよ。顔を見ればわかる。何か面倒なこと頼もうとしてるでしょ。そんなことないよ。さき、志保、何の話してるの？あ、みんな、あのね、この前お揃いカチューシャで写真撮ったでしょ。あれつけてみんなで演奏したら楽しそうだなって思って志保ちゃんに相談するところだったんだ。はぁ、そんなことだと思った。鈴でもいいんじゃない？同じものを身につけると心が一つになる気がするし、いい演奏ができるかも。せっかくさきちゃんが買ってくれたのに一回しか使わないのはもったいないもんね。うん、今度リンたちもいるときにみんなでやってみようか。みんなありがとう。しほちゃんは、もう仕方ないな。じゃあこれもやりたいことノートに書いておかないとね。あれ、やりたいことノートはもう全部終わったんだよね。うん、でも新しく作ったんだ。その名も卒業までにやりたい100のことノート。退院してから更新したやりたいこととか最近新しく思いついたのをまとめたんだ。あ、はは、さきらしいね。えへへ。でも、このノートは、ゆっくり叶えていきたいなって思ってるんだ。時間はたくさんあるし、今は、みんなと思いっきりバンドするのが、一番やりたいことだから。そっか。新しいやりたいことも、レオニードの活動も、楽しみながら、全力でやっていけるといいね。うん。ということで、早速練習しよう。私、やりたい曲があるんだ。ミクちゃんも一緒にやってくれる？
いいよ、一緒に歌おう。ありがとう。みんなも聴いてくれると嬉しいな。行くよ、ステラ。絶好調だったね。今みんなと一緒にいられてすっごく幸せだなって気持ちとか、ありがとうって気持ちとか、いろいろ溢れてきちゃって。ねえ、もう一回やらない？今度はりんちゃんたちにも聞いてほしいな。そうだね。じゃあみんなを呼びに行こうか。みんなも聞いてくれてありがとう。もっといい演奏ができるように頑張るから、また聞きに来てね。バイバイ。